今回は牛タン、イエーイ。はい、もう今日はもう最高牛タンでございます。ちょっと嫌いな人とかいるんでしょうかという感じなんですけども、今日は牛タン居酒屋に行きたいと思います。なんかさ、分厚い牛タンの焼肉屋さんとかがさ結構あるけどさ、牛タン居酒屋ってどういうことっていうことで、しかもね、食べ放題らしいんですよ。ちょっと果たしてどうなのということで、早速行ってみたいと思います。てなわけで、ではではスタート。場所はですね、吉祥寺でね、こっち方面にもう歩いてね4分ぐらいで着くので、ちょっと早速行ってみたいと思います。おお、にぎわっとる、人が多いわ。もうね、場所はどんどんドンキーの近くです。こちらは、はい、ということで到着しました。ちょっと見にくいんだけどね、2階にあるみたいです。あれです、牛タン番長さんですね。それで、ね、ここ牛タンカレー専門店っていうのもねやってるみたいで、めちゃめちゃ美味しそうだね。あ、これかなメニュー。ちょっとね早速行ってみたいと思います。はい、無事ね店内入りまして、今ね実質3階におりますね。ほんでもってメニューがこれ、ちょっともうワクワクで、コース自体はこれ2種類あるみたいです。こっち一番人気のこっちか、極上厚切り牛タンで、食べ放題っていうのがこの牛タン系ですね。めっちゃあるよ。でこっちの極上の方はなんかこれにプラス、このね花咲ウニタンとかタン、極上厚切り牛タンとかがつく。ほんでもってこのコースにはこの飲み放題が必須でつけてくださいよっていうスタイルらしいです。実質だからまあ4000、5000、そんなこんなですね。ほんでもってこの飲み放題っていうのがこっちね、じゃじゃん、こんな感じで。てかさ、飲み放題に目があるんだけど大丈夫そう。でレモンサワーがねこんだけあんのよ、大丈夫そう。でね、ちょっとメニューも迷ったんだけど、今回はこっちのね一番人気にしたいと思う。お客さんのね8割ぐらいはこっちらしいです。まあこんだけ食べれるからね。てなわけで注文していきまーす。楽しみ。あ、注意事項もありました。ピロッ、めっちゃでかいの来たわ。果肉ゴロゴロ入ってる。これね、俺の最強レモンサワーっていうやつにしてみた。ゆで牛タンと枝豆の攻め漬けです。わお。で、ゆで牛タンは、ね、はい、お好みで柚子胡椒ですね、つけてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。次に牛タンのプレートが来ますので、はい、そこからのお時間の仕方になります。お願いします。そんでもってね、お通しが来ました。ゆで牛タンと枝豆で、お通しでさ、これ食べ放題のさ、ゆで牛タン入ってない？最強やん。ではでは、ちょっとお通しも来たので先に乾杯。うん、あ、おー、うまっ、おいしい。果肉めっちゃゴロゴロ、うまっ。これ飲み放題やばいわ。いただきます。枝豆、うん、でっかっ、うん、おいしい。お通しからこんなうまいの、うん、ありがとうございます。いただきます。はい、こちら牛タンプレートでございます、うん、待って皆様、やばいのが来たよ。美味しそう。はい、ということでまずねこの牛タンのプレートが来ました。一番最初はねこれが出てくるということで、豪華すぎん。まずこれが牛タンのユッケですね。ほんでもってこれが、牛タン特製のねネギソースがかかってるみたい。牛タン焼き、
で、これ厚切り牛タン、ちょっとこれさ、仙台かどうか聞くの忘れました。2種類あるんだよね。最高すぎない？ちょっと衝撃なんですけど、こんなにすごいのか。早速いただきます。え、どうしよう、どれからいこう。冷てある系からにするか。贅沢に何枚も。といただきます。うん、もうね、あのお刺し、めっちゃ美味しい。うーまっ。うますぎ。ちょっとさ、お次あったかいうちにこの厚切りいっちゃおうかな。よいしょ、厚切り。まずはね、そのままで。うまっ、めっちゃうまい。柔らかい脂がね、ノリノリです。うまっ。次、この薬味たちもね、もらったのでつけてみよう。わさび、よいしょ。わさび、水胡椒、レモン塩。うん、お次はユッケ。最高。うん、これ美味しいよ。このモバイルオーダーらしいので、先に注文しとこうかな。お次はですね、じゃじゃーん、牛タンメンチ。めっちゃ美味しそう、肉汁。メンチから美味しそう。いただきます。うん、美味しい。ジュワッと系だ。しかもさ、牛タンだからさ、ちゃんとさ、メンチの下敷きがあのキャベツじゃなくてネギになってる。牛タン感ある。これ好き。お次、牛タンチーズつくねってやつ。チーズがどこって感じ。あ、やばい、ネギ、ネギがぶっ飛んだ。で、これにぶっ刺して食べるんだって。よいしょ。おお、あ、出てきた。美味しい。このつくね味付けがさ、あの美味しいやつね。テリテリの、それうまいよ。それと卵、それ美味しい。つくね美味しゅうございました。ネギまみれ、紛れてる。よいしょ。おー、出てきた。おー、おーです。まみれてますね。うん、うん、美味しい美味しい。そのまみれって感じ。ずっとそこにキープしておきたいやつって言ってますか。これもうすでにちょっとこの辺が痛くなってきました。やっぱ噛むからね。はい、お次はですね、ゆでたんと牛タンコロッケ。さっきのメンチが美味しかったからね、コロッケもうまいだろうということで、と追加で厚切り牛タンも頼んじゃいました。これうますぎるからな。最初はコロッケ。
にね、細切れの牛タンが入ってる。うちでしょ。おかわり、俺の最強レモンサワー。これめっちゃうまいわ。はい、おかわりのね、厚切り牛タン。こっちがね、仙台牛で、これがさっき食べなかった、厚切り牛タンですね。美味しそう。このさ、少量から注文できるのめっちゃありがたいわ。さっき食べた仙台牛タン、うまっ。次、普通の牛タン、普通の自家製厚切り牛タンですね。いただきます。なんら変わらなく美味しい。でも仙台牛タンの方が油が乗ってるって感じがする。私は次はね、ゆで牛タン、こんな感じで来るんだ。あ、優しい、優しい。マジでやるから。じゃじゃーん、締めはですね、とろろご飯にしました。で、これ醤油もね、かけてくださいってことで。美味しそう。ちょっとね、とろろ、よいしょ、よいしょ、これに、よいしょ、よいしょ。牛タンカレーも気になったんだよね。うん、昔から思ってたんだけど、コロッケってさ、炭水化物じゃないですか、じゃがいもだから。それでさ、あのご飯食べてる人って炭水化物の炭水化物で食べてんじゃんって思ってたんですよ。まさにでした今。牛タン食べたんじゃないかってぐらいな気がしてます。めっちゃ美味しかった。じゃあ、締めはレモンシャーベット、レモンアイスです。女性の方にはね、あのこれくれるらしい。優しく。うん、うまっ。さっぱり。あ、牛タンだからレモンなんじゃね。いやー、めちゃめちゃ美味しかった。本当、牛タンマジで日本一牛タン居酒屋なんじゃねっていう感じ。本格だし、めっちゃうまかったぜ。腹パン、腹パン、腹パンパン。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。リピートアフターミーしちゃうけどさ、牛タン食べ放題の居酒屋としてはめちゃくちゃ美味しいから日本一なのでは。ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。